にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県の袖ヶ浦市を現在走っております。今年2022年2023年と千葉県結構来てますね。これからも、きっとお世話になると思いますけれども、今回向かう先が鴨川市ですね。鴨川シーワールドの近くにある鴨川グランドタワーというコンドミニアムに宿泊する予定です。お、今木更津に入りましたね。コンドミニアムに宿泊して、近くに温泉施設があるそうなので、そこに入りに行くというような楽しみ方をしたいと思っております。それではチェックインまでまだ時間がありますので、いつものようにドライブ楽しみます。デイ、本日行く観光地なんですけれども、最近千葉県に来ていてよく見かけた観光地で、ロマンの森共和国だっけな。そこがね、結構インパクトのある看板とかで気になってはいたんですけれども、本日初めて行ってみようかなと思っております。もう本当に千葉県結構来てるんで、行く観光地がね見つからないんですけども、そこは結構大きめの施設なので楽しみですね。残り30分くらいかな。さあ空を、この世界中を会いたくなって、もうあと5分くらいで着くんですけど、天気良くて田舎道気持ちいいですね。いろんな県のいろんな田舎道走ってきましたけれども、なんかそれぞれの県で特有の雰囲気あるよね、田舎道って。映像だけ流されて、これはどこの田舎道でしょうかっていうクイズ出されても俺分かるかもしんない、もしかしたら。今入り口から入ったんですけれど、結構分岐点が多くて、どこに行ったらいいかよく分かんないんだよね。ロマン渓谷入り口、あ、入れないわ。とりあえず駐車場を探します。宿泊施設があるみたいで、そこの駐車場に停めたんですけど、露天風呂もあるみたい。ただ臨時休業だ。見てよこれ、カラオケルームあるんだけど、これがなんていう風情でしょうか。プールもある、プール。あ、更衣室がこっちにあって、25メートルあるかな、このプール。夏場はオープンしてるんでしょうかね。あっち露天風呂なんですけどね、温泉で、かなり渓谷沿いにあるからだいぶ雰囲気良さそうだけどな。近くにホテルシルクビラがありますね。結構大きな、ビラですね。森のレストラン、シアターレストラン、フィットネスジム、何でもあるんだよな。で、下にね下るとアトラクションもありますよ。ん、これは、あー、500円か。これ500円はなかなかよ。宿泊施設を出て、今から遊びランドと書かれてる方へ向かってみます。すごくね、早速気に入ってますよこちらの施設。これから何が待ってるのか楽しみですね。ウェルカム、ロマンの森共和国。駐車場を止めました。思ってた50倍ぐらい広いっす。そして混んでましたね。あっちの宿泊施設は閑散としてましたけど、こちらは日曜日ということもありまして、だいぶ混んでますね。ざーっとモザイクかかっちゃうかな。こんな感じです。
あれ皆さん寄せるってもらって。フードコート、ここで食べたいな。もう車の中で食べちゃいましたね。アトラクションの数が結構多いっすね。これ平日に来たらどういう感じだったんだろう。正直こんな言い方したらあれですけど、こんなに賑わってるのをね、想像してなかったんですよ。結構ね、普通に楽しそうっすね。大迷路、ロンちゃんの大冒険。迷路なんて子供の頃にしか行ったことないな。今は人生の迷路に迷い込んでますけどね。迷路の裏にパターゴルフがありますね。そしてテニスコートも結構思ってたより50倍広いってさっき言いましたけど、施設の中自体はだいぶ凝縮されてる感じはしますね。ああいいねいいね、このテニスコートとかの雰囲気は好きですよ。あ、むしろないですね。これはさすがにテニスはできなさそうだな。アスレチックがさ、結構本格的なんすよ。この山沿いにこうやって建てられてて、子供はこれ結構危険なんじゃないか。レベル高いぞ。中央の広場にですね、モザイクかかっちゃいますけど、人がいるので、輪投げとか竹馬がありますね。やりたいけど恥ずかしい。あんな見えます、あんな上まであるよ、アスレチック。すごくない？ SL もあるんだよ。この先に神社があるそうですね。悩むな、結構坂道きつそうなんだよな。遡ってきましたけど、ハーブガーデンがありますね。マジで何でもあるな、ここハーブガーデン。花ロマン着きました。なんもないですね。この廃れた感じ最高っすね。こういうのを求めてた。いいよ。温室がありましたので入ってみましょう。あ、危ないな、ここガラスが綺麗、綺麗な植物たち。これ以上中に入るのは危険だな。グリーンアドベンチャーロード、この先に神社があるみたいですね。結構遠いわ。あ、滑るし、ここ登ってくのか。どんくらいあんの、あと。滑るよ、下これ。着きました。あれだけお客さんが今日はいるんですけどね、誰一人としてこの上まで登ってる人はいませんでした。風が強い。声聞こえてるかな。そして景色見てください。さっきまでいた、ここまで上がってきましたよ。見えるかな。絵馬がありますね。鐘も鳴らせるみたいなので
せっかく来たからな、流しましょう。下戻りましょう。この道はつくばユートピア思い出すな。下に戻ってきました。あとはおそらくこの池の周りをぐるーって回ったら終わりでしょうね。回ってみましょう。屋内グランドゴルフ練習場まであるよ。おー、ミニ SL にトンネルが見えます。中ライトチカ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 してるの、イルミネーションが手込んでますね。しかもこのトンネル結構長いっすね。何メートルぐらいある？ 30 メートルぐらいあるかもしれない。でそこからちょこっと出てくる感じですね。 SL も線路が長いっすね。はい、というわけでロマンの森共和国さん、これでおそらく全部歩き切ったと思いますので、人気のないところでエンディングを撮らせていただきます。宿編はですね、概要欄 URL よりご覧いただけたら非常に嬉しいです。いかがでしたでしょうか、この施設。私ね、こういう施設すごく好きで、今日はあの日曜日ということもありまして、あの思ってたよりにぎわいがありまして、あ、こんなに人気ある施設なんだと思いきや、やはり老朽化が目立つ部分は目立ってましたので、まあただスタッフさんの数とか見るとどうしても行き届かない部分はあってしょうがないのかなと思いましたけれども、すごく私は楽しめました。中途半端にねアトラクション乗ると結構高くつくかもしれないんで、がっつりと遊びたい方は1日券買うのがいいのかなと思いました。家族連れとかね結構いてね、今日はもう微笑ましい光景が多かったですね。それでは今から宿に向かって30分くらいかな、チェックインしたいと思います。高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではまた続きでお会いしましょう。バイバイ。そしてお部屋紹介です。めちゃめちゃ広い。広すぎて良すぎてびっくりしてます。もう絶対に入りに来た方がいいですね。めちゃめちゃ良かった。綺麗、広い。